愛知県内で55店舗のスーパーを展開するマックスバリューが売り上げの一部を愛知県に寄付しました。マックスバリューは2020年から愛知にゆかりある食品などを県内の店舗で積極的に販売し、地産地消の推進などに取り組んでいて、今日はマックスバリュー東海の作り道正明社長から大村知事に売上の一部およそ181万円の目録が手渡されました。寄付金は愛知県の環境保全に役立てられます。